皆さんおはようございます。 FMO チャンネルです。本日は3月20日金曜日、3連休の初日、春分の日で祝日ですね。本日も音楽と機材妄想を胸に元気に過ごしてまいりましょう。さて今回のボーダーのっけからいきます。じゃじゃん、40台の直列ボードということでですね、すごいですね。 FMO で今まで40台の直列はなかったですね。ということで、実は2016年、FMO を立ち上げて1年後ぐらいですかねに投稿いただいたボードでございまして、お名前はね、ソウさん、島根県浜田市ということなんですけどね、4年前なのでもう38歳ですかね、で Twitter の方ではね、ソウコズさんというお名前でねフォロワーさんになっていただいておりますけれどもね、ジョン・フルシアンテがもう大好きすぎてご自身でねエフェクターを作っているということでですね、そういう面でもね大変有名で、演奏の方もね素晴らしい、ソウコズさんなんですけども、なんでね久々に思い出したかというとですね、この間ね、ジョン・フルシアンテ大好きボード特集っていうのをねやりましたけども、そちらでねシムヒデさんの方、の解説の方にですね、JFD、って書いてありますけども、この JFD ジョン・フルシアンテ大好きエフェクターがですね何台も入っているんですね。でこのエフェクター誰が作ってたかなと思ったらソウコズさんだったんですね。でソウコズさんって今までちゃんと読めなくてですね、つい先日ねご紹介したいのでね読み方教えてくださいって言ったらねご丁寧にもね返信いただきまして誠にありがとうございます。YouTube のリンクも貼っておきます。冒頭のトークも最高に面白いですし、演奏もねもうキレッキレで最高でございます。Twitter のアカウントも、のっけておきますのでね、フォローしていただきつつ動画もチェックいただきたいというふうに思います。ソウコズさんぜひともね、2020年の4年ぶりの最新のねボードもね投稿をお待ちしておりますのでね、もし FMO チャンネルご覧になりましたらですね、ぜひとも投稿いただきたいなというふうに思います。それではね、この3連休もボード構築しましたね、 FMO の方に皆様方ぜひとも投稿いただいて盛り上げていただきたいと思います。それでは本日も音楽と機材も胸に元気に過ごしてまいりましょう。ありがとうございました。